今日は T さんと一緒にあるところに来てます。さてどこでしょう。見えますかね。これね、ここだけの話、私学生の頃よく来てました。一番遊んでたのは渋谷なんですけど、ちょっとね背伸びしたいなっていう時はここ来てたんですよ。六本木の交差点、ちょっとカメラさん逆向こうの方行くとね、ちょっと近代的になっちゃったけど、アマンド、だいたいねあそこで皆さん待ち合わせするんですけど、今日はここ六本木から撮影したいとしたいと思うんですけど、なんでかって言ったらもうご存知の通り、毛利家は六本木界隈がほとんど、中屋敷、上屋敷、調布の毛利さん、うち、そして吉川さん、その後に乃木坂であるとか、毛利家色が強いということで今日来たんだけど、今日はねちょっと趣向を変えて、俺こんなとこで飲んでたな、遊んでたな、そこにこうリンクしながら、歴史をたどっていこうかなと思ってます。そんな六本木交差点をこれからスタートしていきたいと思います。今見るとここは、多分ここ内藤主膳って書いてある、内藤さんのお屋敷だったんだけど、これ日向延岡って書いてあるから、内藤家って日向なのかな、何家かあるんでしょう。内藤さんのお屋敷だったと。で逆行くと大久保加賀の神って、多分大久保彦左衛門って言って徳川の譜代の重鎮の屋敷もここにあった。だから譜代と戸様が入り混じってるけど、でもほとんどを占めてるのは、毛利家色ということなんで、ちょっと歩いて行ってみましょうか。はい、面白いよねここ、いわゆる渋谷まで行く、大通りなんだけど、ここもねこう結構いろんな店あるんですよ。これずっとまっすぐ行くと、西麻布、後で T さん地図でちゃんと見せてね、西麻布の交差点あるじゃない。で西麻布の交差点の角に徳山っていう料亭があります。料亭というか日本食屋で、そこが結構美味しくて、そこで、料理人の、あれをしてたのが今そこ、広尾の近くにある和家徳山、もう日本料理界では重鎮になってるんだけど、野津さんって言ったかな、有名な料理人知らない、じゃあ後で調べといて。もうそれ CM とかずっと出てるよ。その和家徳山を作ったのもそうだし、そのちょっと手前には、サバティーニ、あ違うアントニオかな、はい、アントニオっていう有名なイタリアンがあって、もう当時はなかったのそんなに。青山の、ローマサバティーニか、この六本木のアントニオか、それか、その西麻布のキャンティ、イタリアンで有名なのはそこぐらいしかなかったんだよね。まだね、ちっちゃい頃は親父がそういうの好きだったから、その辺車で行って食べによく行ってたんですけど、そんな当時は何を食べてたんですか。それがね、サバティーニはすごいの、魚すべて、肉もすべて、野菜もすべてこのコロコロに乗っけて持ってきて、今日はこれとこれとこれを料理してくださいって言うと、それに合わせた料理を作ってくれる。今広のこういう話すると、なんか俺がちょっと嫌なやつみたいな思われちゃうかもしれない、広尾の、フランス大使館の向かいにアッピアっていう料理屋があるんだけど、そこがまだそれを踏襲してやってますということで、見て今じゃさね、ヒルズ庁舎とか言って、もう私なんて見る影もないけど、ホリエモンだとかさ、あれなんかここにさあれを構えてたよね。残念だけど、ほら岩国のビッグモーターもうここに会社構えてたよ。ただあれは許せない。ビッグモーターって岩国？ビッグモーター岩国、山口県の会社なんですよ。ということでね、ここいよいよ六本木ヒルズなんですけども、
当時あった調布毛利邸の庭園の名残っていうのはもうほとんどありません。ただこれ前の動画でもお話したと思うんですけども、調布の毛利さんは、赤穂浪士比十七氏のうちの7人かなを預かったっていうことで有名。ここはね、あの昔から大名屋敷の跡地って、まあ、自衛隊だとか、まあ、もっと遡ると連兵場、軍隊の連兵場とかになっていることが非常に多い。なので、本家の毛利さんの上屋敷である日比谷公園は連兵場だったはず。でその後日比谷公園になっていると思います。あの伊達さんと一緒だったと思う。伊達と毛利がね、はい、あとアメリカ大使館も確か調布の毛利さんの屋敷跡だったと思います。これもさ、どっかの文献で読んだか忘れちゃったんだけど、当時のね江戸の土地のほぼ6割から7割以上は大名屋敷で占められてたっていうから、それ以外のところでその江戸庶民、まあ、50万人とかが住んでたわけだよね。だけど江戸の文化がなぜそこまで発達したか、もちろんその庶民のそういう生活様式もそうなんだけど、何よりもその人たちが、その大名屋敷の侍たちが暮らすために、便利にするためにこう栄えたっていうことがすごいあるわけで、江戸に来た侍たちもお金ないのにさ、やっぱいい生活したいから美味しいもの食べたり取り寄せたりするから、どん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 こうみんな切磋琢磨するんだよね。それともう一個忘れちゃいけないのは、火事、火事があることによって全てがなくなって、全国から職工さんが来るわけよ。大工さんもそうだし、いろんな職人が来て、で彼らがその建物を作っていくためにお腹が空くじゃんっていうことで、今でいうファーストフード屋台ができるわけね。そっからだからうなぎだとかさ、うなぎなんて安いんだけど精がつくから、うなぎなんかこう串で食べたり、寿司もそうだよね、こう今でいうコンビニのおにぎりみたいなもんで、それを食べるためにあれが発達した。だからきっとこの辺りにもそういうのがいっぱいいたと思うんですけどね。じゃあ向こう側渡ってみますか。さてさて、そんなあれで今、六本木交差点を青山の方に向かって歩いています。右の方に見えるのがあれ、ミッドタウンね、昔の、旧防衛庁になります。これが、我が宗家、豊富の毛利さんの、中屋敷になるんだけど、まあ、タモリクラブでも言ってたようにバカでかかったらしい、うん、入り口もどこか分かんないぐらいね。まあそれそうだよね、この辺は。だからちょっとあっちに見えるでしょ、でここあそこに森って書いてあるのが、あれが六本木ヒルズだよね。だからあそこに調布の毛利さんがお住まいで、こっち側が毛利宗家と、でうちの徳山藩はもっとさらにこれの越えた向こう側になったということで、まあスープの冷めない距離ほどじゃないけど、やっぱ近かったんだよね。毛利家ということでこの地域に固められてた、まあ、あるんだろうね。ただ当時の上屋敷は幕府からもらえるから、買うわけじゃないの、頂戴するからありがたいよね。でね、皆さんこれ知っといてほしいのは、昔の古地図見るじゃない、そうすると毛利いないじゃんって。でうちなんていうのは毛利淡路で出てるので、調布の毛利さんも毛利左京之助、右京之助か左京之助って出てるんですよ。ただ御宗家は松平大膳なの。これなんでかっていうと、やっぱ国持ち大名、国主大名はほとんど徳川家から松平の姓を賜ってるわけ。本当はそれが嬉しいのかどうか分かんないよね。ただ俺はね、何回も言うけどリスペクトあるから、松平の姓いただいたら嬉しいけど、だから例えば鍋島さんも松平肥前とかっていう名前で、みんな松平なの。だから大変だよね。でうちは大膳大夫っていう、森は大膳大夫だったから、松平大膳って言ったら、あ、これが長州なんだな。しかもその古地図を見ると澤瀉屋だから、一文字三つ星探してもいない、あのだるまさんみたいな澤瀉屋門を見ないと地図の中出てこない。
でその松平の姓をね賜ってるのがほとんどだから、上杉さんもそうだったし島津さんもそうだから、なかなか難しかったと思うよ。みんな松平だから、だから江戸の古地図は松平だらけな。本物の松平さんもいるしね。ただ本物の松平さんの場合はあの三つ葉葵だから、唯一分かるのはその家紋が違うよっていうことで分かるんですよ。ということでね、今来たんだけど、ここがいわゆるミッドタウン、松平大膳大夫、はい、のあれなんだけど、ちなみに当家のあれはここホテルアジア会館からこの辺り、この辺りが徳山で、うちでね、幕府から頂戴したのが、8000坪ぐらいだったと思う。8000坪だ、こっちは何万坪だと思う、大きさで言ったらね、はい、ということでここは乃木神社もあったり、あれがあったりってあるんだけど、逆に言ったらこっちはもう青山さんのあれになるよね、今でいう青山家の、御領地ということになります。青山家っていうのはどういうお家ですか？徳川の譜代です。青山さんもそれこそ家康にあの馬乗って好きなだけ行って帰ってきた土地やるよって言われたのが青山だって言われてる。大きいじゃない青山なるんですよ。皆さんご存知かどうかわからないけど、その大名屋敷の門もその家の格によって作っていい様相が決められてるわけだから、多分ここはもう国持ち大名だから、毛利家のすっごい門だったと思う。徳山はなんかジョロピンみたいな感じぐらいかな、まあ、それでも立派だと思うよ。一応4万石の威容を誇る、でも何万石はここまで門をこういう風にしていい、通用門はこういう風につけていいとか、飾りはこういう風にしていいとか厳しく決められてる。建築基準法みたいな。そうだからみんなこう見て、あここはどんだけの大名だなって、まあみんな分かってるんだよ。ただ当時の大名屋敷っていうのは今でいう大使館と一緒、そこに逃げ込んだら幕府の力も及ばない。だから何か悪いことして、例えば徳山屋敷に逃げ込んだら幕府の管理といえども入れないんですよ。だから維新の頃いろいろほら暗躍するじゃない、薩長同盟がなんだろう。だから、長州のそういう志士とかが薩摩屋敷に逃げ込んだとかさ、でもね逃げ込んだらもう最後あの幕府はそこまでの手は及ばないっていう治外法権なんだね。だから日本ってその将軍様を中心にしたそういう政権なんだけど、あくまで一人一人が国の王だったということなんです。警察権だとかそういう裁判権だとかっていうのは各々の家が持ってる。だから大きな国が分割されて統合されたのが日本だった。今はもう明治維新になって、あ何日本国民じゃんってみんな思ってるかもしれないけど、当時は私は周防国徳山から来ました何々です、いわゆる私スペインから来ました、同じノリなんだよね。思うと面白くない？日本ってその300っていう国があった中でみんなそういう風になってたわけだね。まあ、どっちかというとヨーロッパに近いかもしれない。あそこはなんとか大公が、モナコ大公とかさ、紀州大納言とか、うちみたいなしょぼいとこもいたり、しょぼくはないけどね、ちっちゃい、さらに1万石の大名もいるわけじゃん。って思ってます。で、やっぱ万石数でやっぱ見ちゃうんだよね、俺。さ、300諸侯いたらさ、うちの位置はどこかなって。いやもちろん一番国は立派だよ、表だかね、ほとんどそうだから。やっぱ3とか4ぐらいになるともう半分なくなってくるわけだね。だからあ徳山もまあまあ国の中じゃね少ない方だな。しかも親方日の丸でバックには国持ち大名の萩がついてるわけだから。でも面白い話で、その結局そんなのより万石数は低いけど3000石の旗本とかさ、それは将軍家に近いから徳山の田舎侍があってできるわけよ。まあよく時代書きがあるじゃない、殿様なのに怒っちゃうっていう。でも向こうは幕府のあれだからね。見てほら毛利さんの屋敷の中リッツカールトンになってるからね。もう今こう歩いてきたじゃない、
て、多分ここここは鍋島さん、鍋島さんの下がり富士だもんね。こそ肥前蓮池藩鍋島さん五万石、うちと近い。でその後ろ六本木の新国立美術館あたりが伊達さん、ただこれは大野伊達さんではありません、宇和島の伊達さんで十万石なんだけど、でもこれ皆さん知っといてほしい。伊達、宇和島の伊達家は分家みたいに言われてるけど、確か伊達政宗の長男がそっちついてるの、で次男が大宇の60万石ついてる。だから本筋は実は俺ら伊達だっていう。なんかだからね、宇和島の伊達さんってその本家を宗家って思わないような、ちょっとそういうとこもあったりするような雰囲気があったっていうのを聞いたことがある気がします。まあそういうのもあるんだね。でさらに、あ、その横にここ鍋島さんじゃない。でさらにその横は、鍋島鹿島藩二万石、これうちのヒーバーさんぐらいの親戚なんですね。でそこの鍋島さんが、参議院をやって、その後佐賀県知事やった。いいよね、俺もやりたいな。でどうぞ頑張ってくださいっていうのがあったから、機会があればこの日本をあれしたいと思うけど、そこのうちの親戚の、鹿島鍋島さんは参議院から、佐賀県知事になっています。はい、面白いよねこれ、すごく面白い、見れるから。それが鍋島横丁でもあったんだね、この辺。あ、でどうなんだこれ、ここは谷さん、丹波笹山一万石。俺でもこれすごい、ちょっと俺何も下調べしてないからね、あと調べてみて。その谷さんは確か丹波笹山一万石なんだけど、皇室にもつながる名家だったはず。あの天皇家との婚籍関係が濃かったと思う。これ違ったらあのざっくり削除、合ってたら入れて。この谷藩って、谷さんっていうのは丹波笹山のお殿様なんだけど、一万石の、あの天皇家にもつながる名家っていうのを俺は本で読んだ気がする。あ、だからいろんな大名がいたんだね。まあ、こうやって歩いていくと、あのね、本当これあの T さんが貸してくれたんだけど、こういうアプリがあるんだね、今の。地図と照らしながら歩けるっていう、皆さんこれぜひおすすめ、ね。そしていよいよこの今この谷さん越えるじゃない、ほら来ました、淡路の神、ね、横には吉川剣持。はい、まあ結局吉川さんとうちと調布と、まあ、清瀬さんはなんかちょっとあっちの江東区の方だったっぽいね、屋敷が。だからちょっとこの中に入ってないんだけど、徳山調布吉川御宗家はここに屋敷を構えていたということなんで、まあ T さんも昔はこの辺働いてたらしいけど、うちに敬意を払ってほしいねということで、いよいよでさ、これずっとまっすぐ行くとあれか、本田技研があるの、そうだよね、うん、で赤坂御所があったはず、これまっすぐ行くと。ちゃんと地図で出してね。で赤坂御所って、今の秋篠宮がお住まいになられてるところだと思うんですけども、そこは、尾張の徳川さんの屋敷やと。やっぱ皇居に近くなっていくからね。逆にもう一回反対の方行くじゃない、あっち麻布だとかさ、間宮穴だとか、神谷町だとか、まあ、あっちの方も結構あれなんだけど、そっちの方に行くと南部さんだとか、南部さんの屋敷だとか、さっき言った松平右近、俺松平右近って里見幸太郎がやってるから偽物だと思ってたの。松平右近の屋敷ちゃんとありました、間宮穴あたりに。皆さん見てみてください、はい、お控え様ね。ということで今、六本木を
どういう風に割って歩いてるんだろう。青山と東京タワーをつなぐ道の方で歩いてるね。見えてきました、これが乃木坂なんですよ、ね、どっかの、動画でもお伝えしたと思うんですけども、当家の初代、成鷹は、官位名が日向守でした。ということで、日向守が住んでたのは麻布のオーストラリア大使館のすぐ近くなんですけども、そこに日向坂っていう坂があるんですね。それは別名日向坂ということで、そこから名前を取ったのが日向坂46。そしてましてや軍神乃木さんの乃木坂から取ったのが乃木坂46ということで、毛利家は芸能界にも影響を及ぼしているよ的な、はい、あれかな。でこの道は有名で、もうちょっと行って先行くと左に、ステーキ浜っていうね、めちゃくちゃ老舗があります。いわゆる鉄板焼きの、あ、ここじゃん浜、うん、いわゆるみんながこうね、あの六本木のいい時代にはチャンネル連れて、鉄板焼きみたいな、もうこれのゴンゲだよね。はい、あれあったりするんですかね、石碑みたいな。ちょっと見てみよう、うん、これ乃木坂だよね、はあ、乃木坂こんなの乃木さん怒るよ。ほらこれ乃木坂っしょ、これ乃木坂っす。であそこが乃木公園だよね。なので、あと徳山毛利家の屋敷はここぐらいまであったんだと思います。そこので、まあ、あの明治維新になって乃木さんがあれされて、横が木戸ナイフって書いてあったから、木戸さんもその徳山毛利家の屋敷の一部分を屋敷にされて、木戸家は屋敷にしてる。だから本当みんな長州は長州で固まっちゃうんだね、ということだと思います。であそこが乃木公園だよね。悔しいんだけど、この前さ明治神宮行く前に、いやでも東郷神社を通ったわけ。立派だね、原宿で統合会館っていう、あの結婚式もできる。ちょっと乃木さん負けてる、同じ維新の功労者として。まあでも立派だよ乃木神社、すごく。統合神社でもすごく立派でした、さすがね。でも統合さんの場合、完膚なきまでにロシア艦隊潰してるからね、その功績を言ったらそうかもしれないね。ということでここが乃木神社になります。一応あの前回のあれも撮ったけど、一応見てみようか。乃木さんの家は調布の殿様をお守りする、立派な家柄なんでね。なので乃木希典大将が生まれた時は調布の毛利さんの侍屋敷で生まれてるんですよ。なので、六本木ヒルズには乃木大将生誕の地というのがあるわけですね。なので、あくまで調布毛利家の屋敷の、上侍屋敷というか上司のね屋敷のところで彼は生まれています。ただその後こう余生を過ごしたというか、普通に過ごしてたのはここ、乃木坂と言われる徳山の屋敷跡地の方に家を移してますね。ただこれ何回も言います、なぜ乃木さんは徳山ともあれかって言ったら、私の五代前の毛利元久は調布藩から来てるでしょ。だからお守り役も兼ねてたと思うの、乃木さんは。元久様が徳山に来たと、しかも元井さんが敬愛して大事にしてたのは児玉源太郎でもあると、しかも児玉と乃木は無地の親友ということで、その明治の日本を作る意味で徳山の果たした意味って間接的に大きかったと思うんだよね。乃木と児玉をつないでた元井さん、
ということでここが旧乃木亭になるわけで、その横にこう神社を作っちゃった。これが乃木神社になります。ということがこれ金沢で辻売りの占いの少年にいい子いい子ってやってる乃木さん、金2円を手渡したんだって。金箔業の世界で大きな実績、あ、そういうあれがあったんだね、知らなかった。金沢に行って、辻占いしてる子供に2円をあげて、その子はそれを忘れずに自分の、なりわいに精を出したところ、金箔業で大業を成したということだ。ただこの乃木さんのこの優しい顔を見てよ。どうしてもあの映画203コーチの中台達也さんを彷彿とさせるよね。もともと乃木さんはそこまでどうしても、児玉源太郎と競ってたら負けるわけ。全部あのこれ中さんであのに 話してもらったらもう止まんなくなるぐらいなんだけど、要は児玉と乃木は争ってるんだけど、結局軍の成績は児玉の方が全然上。でも乃木さんはやっぱ精神的その世界観っていうのが深いから、教育者としてもあれだもなんか深かったんじゃないかなと思うよ。それじゃなかったら今までこんな残らないの。で彼は退役してたわけ、もう軍人を。それを日露戦争っていう時に、まあ、政府がもう一回乃木をカムバックさせようっていうことで乃木を戻したわけだよね。ただこれ一つだけ言っとくことは、乃木さんのその日露の、203コーチに関してのその軍事的なその作戦についてはあれがあることは、賛否があることはもう私もよくよく分かっています。でも戦争ってやっぱ人の命はつきものであれだと思うんだけど、やはりそれだけ大きな何万っていう柱の命、尊い命をなくしたことも確か。ただそれによって日本はロシアっていう大国から、併存されることなく、飲み込まれることなく、今の日本っていうものを保ち得たっていう事実の側面もあるんじゃないかなと僕は思っています。はい、ということはここが馬ね、愛馬。このステッセルが我に愛する両張りこの記念に剣ずべしって言ってあげたものを彼は大事にしたんだね。ただステッセルもね、その後多分ロシア本国に帰ってから本国では相当叩かれて、なんでねあんなところで尻尾巻いて帰ってきたんだって。でこれが水死への会見で、民家でねステッセルと、あれをするわけ、講話を結ぶんだけど、その際にその水死への、民屋の横にこの夏目の木が立ってるんだけど、それの孫とかになるんじゃない、同じ血筋を持った夏目の木がここに植えられてるわけ。そうそう、でこれ見て思い出したんだけど、その水死への会見の時にステッセルと、乃木は講和を結ぶよね。その時に乃木さんも長男と次男を戦争で失ってるの、どっちも大将の子供だよ。そしたらなんかさ、前線から後ろに下げそうなもんだけど、もう前線の方伝令かなんかしてる間敵弾に当たって死ぬんだけど、ステッセルもまた亡くしてるわけ子供で、互いにそれを亡くしたことはお互いの部門の誉れであると、お互いを称え合ったっていうから、そんな時代なんだよね。戦死したことをお互いが褒めたたえて、もうそうできたことは光栄の至りだと。それはいいことか悪いことは別として、明治のその時のそのなんだろう風潮というかあれはあったんだね、お互いを褒めるっていう。いやそれね、皆さんもう一回ね203コーチっていう映画見てください。これは蒼井照彦さんと、まあ、夏目雅子さんが主演って言ってもいいのかな、でも中台達也さんなんですよ乃木さんはね。そんな中で、安助っていう次男が死んだ時に、
死にましたって聞いたかと、そうか安助が死んだかって言って、最後自分もその乃木さんも自分の司令室ではもう麻の布一枚でしか寝ない、彼は寒かったら寒くて寝ろっていう人だから、で他のね軍隊の偉い人たちはぬくぬくとあったかいのを着てる中、乃木さんはもう麻一枚で寝るような人だったんだけど、そこでちっちゃいライトをふっと消して安助が死んだって言ってこう涙を流すわけよ。それがねまた中台達也さんだから来たね、もうそれ見て俺泣いちゃうからね。で児玉源太郎が、丹波哲郎なんですよ。もう乃木を怒りに来るわけ、何をやっちょるんかって、前線はって。したらそれまで黙ってた乃木さんっていうかね中台達也が「乃木!」とか「わしゃ僕とつながりたくないぞ!」とか、したら丹波哲郎がさらに上から「お前の注釈を聞いてる暇はない!」って言って「日本を何だと思うちょるんか!」って、そんな悲哀をみんな込めながらもあの日露戦争203号地を落とすんですよ。もう一回皆さん203号地見てください。その代わり賛否両論あると思います、あれだけの人が死んだから。でもそれがなかったら、何回も言うけど、ロシア帝国の大きなあれに日本は包まね、今もしかしたらね俺らとかもスパシーボとかダーとかヤーみたいになってたかもしれない。で乃木はその児玉と演習で戦争のまあ今でいうこういうなんていうのシミュレーションでやるんだけど、それで軍旗取られたりもするわけよ。へ旗取られるって最悪のことだから、本当に敵にも熊本で、薩摩側に軍旗取られたりしてさ、もう速攻だよね。乃木さんの気持ちで言ったらもうこうやろうとするんだけど、もう明治天皇自らが乃木がね、その死なないか絶対見とけっていうぐらい明治天皇の覚えめでたかったの。乃木がそんな失敗したことであいつは腹をかっさばかないか心配でならないっていうほど明治天皇のお気に入りでもあったんだよね。まあ、そんなのもあって彼はそういう心の深さ、精神的な奥深さ、そういうものをやっぱりあれしたくて学習院の院長にも就任したんだと思う。ただ彼はそういう政治家には向いてなかったんだろうね。逆に源太郎は向いてたわけ。内務大臣とかさ、そういうのもやって、もう一回仕方なく日露戦争では自分のその戦争の天才さをいかんなく発揮して帰ってきて、いよいよ天変の椅子、ここに総理だっていう時になぜか不審の死を遂げるんですよ児玉源太郎。まあ、そういう時からまあいろいろ戦争のあれはあったんだ。それがね、まあ、病死なのかどうかは分からないけど、あまりにも不可解なし児玉源太郎の、ね、ということで最後閣下に哀悼の誠を捧げて帰りたいと思います。でも嬉しいんだよやっぱり、まあ、東郷さんとこもすごい、東郷神社もすごい、なんかね東郷さんとこにこうライバル心持つ俺も変なんだけど、やはり乃木神社がこうやって尊数社が足しげく通ってくれることは俺としてはやっぱ嬉しいよね。というのでね、乃木さんの本当の良さをまるでその軍国の権限みたいに言う人もいるし、あと少し才能が足りなかったばかりに多くの兵隊を死なせてしまったとか、なんていうのかな、やっぱり悪い評判も多い、確かにそう。でも戦争ってそういうものだから、で もちろんもっと有能なあれがあって、でももうそれもしは通じないからさ、ということで乃木坂をずっと今下ってきました。でそうすると、ここ緑のあれがいっぱい、これが、先ほど言ったミッドタウンの裏側になると思います。要は、御宗家の屋敷の裏側で、逆にこう見て港区赤坂89丁目って書いてあるけど、
いわゆる乃木神社とかあるこっち側がもう徳山毛利家の屋敷があったであろう方だからやっぱり近いんだよね。で横に吉川剣持って書いてあったと思うから、後で T さんのあれを見て吉川さんの屋敷がどこだったのかちょっと分かんないから、それも照らし合わせて歩いてみたいなと思ってます。じゃあ行ってみよう。この中は、徳山の毛利家のもう屋敷長だよね、中になったと思います。あの今ちょっと高台まで来たんですけど、赤坂八丁目ということで結構古めのマンションなんだけど、車はすべてベンツっていうようなところですね。はい、見てください、この屋敷の今ど真ん中にいますということで、確かねアジア会館がうちの入り口だったはずなので、ちょっとそっちの方まで行ってみましょう。でね、逆に吉川剣持がここなわけよ、吉川さんが。だからそっちが吉川さんなんじゃないかな、おそらく吉川さんの屋敷はこっちの方でかな。そうだね、はい、そうなんです。うちがあって吉川さんの屋敷があって、それで向こうにミッドタウンがあるという感じだと思います。ということでやはりねちょっと高台になるんだよね。ただこの辺だから昔は何もなくて道を作ったからこういう羽になってんだ。そう、あの道は上がってくるんですよ。はい、いよいよ今だからこの中はもう多分毛利家の回遊庭園とかあったあたりだと思う、うん、で昔の大名屋敷だからこの中には、侍の屋敷もあっただろうし、馬をあれする馬のね馬房もあっただろうし、いろいろなものが入っていたと思います。はい、ただやっぱり、犠牲者というか当時のねそういう上の人たちは高台を取ってしまうということで、こっちの高台を全て大名屋敷で埋められてしまうわけだね。でこう屋敷地図見てもまだ今毛利家の徳山毛利の中を歩いて、便利だねこれね。でもね、はい、ということでこう大使館とかもいよいよ見えてくると。カンボジアとかだったかな、ごめん適当なこと言ってます。でこのホテルアジア会館ね、ここがまさに徳山毛利家のあれだったということなんですよかな。いやそうとは限らないね、入り口はもっと青山側かもしれない。こう見るとでかい、うちでかっていう話で、皆さんにはお伝えしておきたいのはもうこのここから向こう側も青山大膳っていう、あ大膳だったかな分かんないけど、何しろ青山家という大名家がこの辺一帯結構多いです。まあそれがいわゆる渋谷区青山の青山の地名になってる通り、青山さんのあれだったんだね。だ吉川さんのこっちだね。じゃあでもいいよね、こう江戸時代にタイムスリップしてさ、まあ、徳山がここにあったんだろう、隣は吉川剣持だったんだろうってさ思いを馳せられるロマンだよね。まあ、ほら醤油と味噌を借りに行ける距離じゃないけど、馬に乗ればさスープが冷めないじゃん。清瀬さんとかちょっと遠いけどね、はい、あということでここ出るんだ、はい、ということでさっき言ったステーキ浜の道だよねこれ。あ戻ろうか、じゃあゆっくり戻って、だからこの道をずっとまっすぐ戻るとさっきの六本木の交差点に戻ります。だからずっと歩いてって左が、御宗家の中屋敷、その手前にだから吉川さんの屋敷があったということになるんじゃないですか T さん。そうですね、うん、はいはい、これ便利だわ。だからさここがさ松平伊之助みたいなね、五千石の旗本なわけよ。こっちは大名じゃない、でも松平のがえばってるから、
うん、後ろに上様控えてるから向こうは、はい、はい、そうですね、ここを越えて奥が右、ちょっと行ってみようか、せっかくだ、ね、ああ、松平伊之助住んでんのかも、まだ、あ、家だ、ああ、衆議院副議長公邸だ、吉川さんの家とあれとか全部合わせたのがこれになってんだな、ああなるほど、わかりました、そうだね、副議長の公邸で、多分あのもさもさしてるとこあるでしょ、あれがだから吉川さんの屋敷の名残だね、はあ、すごい、やっぱり政治家って偉いんだね、衆議院の副議長ともなれば、議長になったら元でかいってことでしょ、まあさ、でも三権の長っていうじゃね、司法、立法、行政、まあそのうちの三権の長の一人が衆議院議長だからね、立法するわけだから、法律を作るわけだから、で行政の長が総理大臣でしょ、で司法の長が最高裁だから、衆議院議長っていうのは三権の長の一人なんで、なかなかさ、なんかなんだよ参議院議長だろみたいに思うけど、議長ってもう立法府、法律を作る府の長だからめちゃくちゃ偉いんですよ、ただ吉川さんの屋敷の上にふんぞり返ってほしくないなんて言ったら怒られちゃうけどね、というわけでね、今日は六本木のアマンドを皮切りに、いろいろ歩いてきました、でね、T さんが紹介してくれたこの大江戸こんじゃく巡りってアプリ、これ最高です、あのなんだろう、こうボタンでさ、グラデーションが出て、現在の地図、過去の地図っていうのがこうスースースースってトレッシングされるんだよね、なので見やすかったです、ということでいかがだったでしょう、またまたね、六本木の毛利家話とまたくだらない話をつらつらと歩いてきましたけども、皆さんあの、ね、後ろ見てよ、ほらあのミッドタウンもあれば、六本木一丁もあればこんな近代的な六本木だけど、足元見てください、徳山屋敷あり、吉川屋敷あり、引きこもごも、ね、昔はここで旗本にいじめられたであろうとか、うちもね大名としてこう格式ばったけどお金がなくてどうだっただろうとか、また昔をね、なんていうの、思いを馳せながら歩く、これ楽しいと思います、ぜひ皆さんおすすめですので、だからこれこう江戸こんじゃく巡りだから、ここだけにこあれできず、両国の方だって楽しいだろうし、あのぜひおすすめです、また、ね、こういうとこ行ってほしいとかっていうある、ね、あればリクエストあればあのぜひ回ってみたいと思いますので、ぜひコメントの方をお寄せください、ただちょっとコメント最近あの返すのちょっと遅くなってます、ごめんなさい、いろいろあの講師忙しくなってます、あのその代わり全部読んでますんで、ということで今日は六本木からお別れしたいと思います、それではさようなら、チャンネル登録、いいねボタン、大義である。